どうも、なるちゃんです。と今回やっていくのは、あの前々回の動画で、僕の頸髄損傷の友達に、頭でスイカ割りをしようとしたら、見事にスイカを空振って地球と喧嘩して負けて頸髄損傷になった男がいると話したと思うんですけども、今回はその子の仇を僕が取りたいと思います。お、あれ、なんか一人多くない？あれ誰ですか？誰かいる？誰？お、ちょ、自己紹介。どうも、タカティンです。あ、タカティン、どうも。再び参上。はい、前回の企画に続き今回も協力お願いしました。仕事の合間をね、塗ってくれてありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いします。そうで、まあね、今回はその頭で僕スイカ割ろうと思うんですけど、なんか万が一なんかあったら、タカティンは消防士なんですよ。なんで、大丈夫です。なんとかしてくれるんで。まあ俺帰るけんね。え、まあ今回はね、せっかくタガティンが来てくれてるんで、まあね、過去の話、エピソードトークちょっとしてから、まあ本題のスイカ割りしていくんで、皆さん、今回の本題はスイカ割りなんで、あくまでも。そう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 。でもエピソード話の方が絶対面白いやって思った方は10秒スキップはしないでそのまま見てください。しっかり見てください。まあタガティンとは小中高って一緒で、うん、まあ、小中の頃の思い出ってそんなに濃くないじゃん。そうだね。そう、あんまり、ね、だから、まあ高校ね、まあ高校毎朝さ、一緒に通学してたわけ。そうそうそう、毎朝チャリ通の時からバイク通の時まで、ね、そう、帰りも一緒でさ、ね、行きも帰りも、もう常に一緒にいたわけで、まあ、結構さ、一緒にいた時間って長いわけじゃん。長かった。でも高校の中では、そのタカティンは学年の中に一クラスだけ、頭のいいクラスなんですよ。そう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 、国際分離だっけ、うん、国際分離っていう科があって、もう頭いいんですよ、みんな。そこのクラスだけ。そう、まあ、言っちゃえば優等生集団みたいな。俺ね、優等生、うん、で、僕ら側の5クラスは普通の文系理系って、うん、普通の一般校、普通科のここなんですけど、うん、まあこっちが普通科で、まあ、こんぐらい差があるんですよ。そうそう、こっち国際分離で、それ俺ね、言っちゃえば、うん、こっち高ティ、俺、こっち俺、うん。でもタカティンってこっちの中のここだったんですよ。いやいやいや、ね、頭いいけど、頭いいクラス行っちゃったら埋もれちゃうみたいな、あ、いるじゃないですか、ね、中途半端ですね。そうそうそう、中途半端。なんでお前がそこにいるんだみたいなね。そうそうそう、あ、まあ、絶対タカティンこっち側なんですよこっち側、なんでこっちにいるのかなみたいな、うん、ちょっと一人だけ浮いてるんですよ、ね、タカティン真面目だけど真面目じゃないから、どっちなんですよ、ね、どっちかって言ったら、もうこの瀬戸際にいるわけですよ、タカティンは。ね、このクラスの、うん、ね、ちょうどいい位置ね。どうだったんですか、その時の心情。心情、まあ、あの時のクラスメイトには失礼だけど、うん、2日に来なかった。だよね、うん、絶対こっちもワキワキしてさ、そう、でもこっちは休み時間もなんか勉強してるみたいな。でもさ、常にさ、テストあるたびにさ、俺聞いてたじゃん、うん、どんぐらい、何位ぐらいだったんで、うん、クラスの中で、うん、もうずっとしたやん。これね、もう無理だと。そう、もうそう、無理だとね。そうそう、知らないんだ俺、うん、まあでも、高田には休み時間俺だったね、常にっていうか、まあしょっちゅういたし、まあでも高校はそんな感じか。それで、まあ、その途中で、うん、そう、あと俺辞めたんか。そうそう、やめて、まあ、前兆はあったよ。まあ前兆あった、全然来てねえもん。むしろだって俺朝一緒に行ってねえしみたいな。確かに一緒に行かなくなった。そう、まあでもね、学校終わった後はそのうちタカティンが、そうそうそう、夜とか、うん、みんなで集まって地元の、うん、俺がバイトない日とかは遊んでたし。でさ、そのタカティンさ、うん、高校時代さ、恋愛してなかったやん。そうね、恥ずかしい話ね。うん、うん、でも今はさ、素敵な奥さんいるわけじゃん。そうね、なんだ、素敵だね。これがいい男ってやつですよ、皆さん。そうそうそう、いい男は高校時代とか学生時代恋愛しないから。いやいや、もうね、そういうわけじゃないけど。、そんな感じで、まあ、タカティンはね、ほんと真面目っていうか、でも地元の輪の中ではね、いつもね、ふざけて、ほら、お前が事故った時に、あ、そうそうそう、まあその前日か、言っちゃえば、うん、前日はさ、そうね、元日とか、そう、元旦の日、そう、大晦日、日の出見るっつった、初日の出、うん、で、一緒にほら、いたから、一緒にいたね。そう、前日はね、事故った前日は、
で行って次の日もまあ一緒に遊ぶってなってて、俺と他のやつは集まってたんだけど、うん、まあ、まあ奈良ちゃんはそのバイト先の、ね、バイト先のそのまあ集まるみたいなやつに呼ばれちゃって、うん、まあ急遽行ったから行く予定だったの、そうそう、こっちに本当はね来る予定だったんだけど、でも本当はね合流する予定だったんですよ、そう、うん、でまあ俺がで、まあ事故ったじゃない、うん、で、次の日にまあ、いろ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 ってか、まあ連絡受けて、うん、俺もだし、他の地元のやつらもで、みんなで一緒に、うん、病院に行ったわけよ、うん、その時ね、もうなんかまずどうだった、そう、なんだろううちらが想像してる病院って感じっていうか、まあよくテレビで見る集中治療室みたいな、うん、ああいうとこに連れてかれて、うん、ね、いろいろなんか自動ドアがいっぱいあってさ、うん、で入ってさ、え、どれみたいな、なんでこんなとこにいんだろうみたいな、うん、で、とりあえず進んでったら、まあここですみたいな、入ったらさ、なんかもうびっくりしちゃって、え、どうしたみたいな、うん、なになにみたいな、え、その時俺意識あったっけ、いや、なかったね、なかった、そう、みんな逆にもうわ、じゃんみたいな、あれ、うん、ちょっとじゃなくて、みんな口ポカーンみたいな、うん、誰も一言も喋れず、うん、で、やっとまあおい大丈夫かみたいな感じでやっと入ったけど、うん、結局なんかみんな、まあ、びっくりしちゃってるのかな、多分、うん、びっくりしちゃって無線状態というか、そうそうそう、で、あの時はまあ本当にすごい事故だったんだなみたいな思ったけど、足長くて、いや、まあ今ねこんだけ調子乗るぐらいね、あ、元気だからね。まあね、良かったかな、うん、まあ良かったよ、本当に、まあ、あのままね、多分俺怪我せずに、うん、ね、大人になったとしても多分僕な人間だなって、うん、そうだね、うん、本当にクズ、うん、おい、あれ、エピソード話はこんな感じで、うん、やってく、スイカ割り、とりあえずね、まあ、結構もう話しちゃったから、うん、みんなここでしょ、そろそろ飽きてきたでしょ、飽きてきた、うん、お前らどんだけ話してんだよみたいな、うん、早くスイカ割りしろって、しょうね、やってやるけ、やってやるけ、じゃあスイカさん呼ぶか、なになになに、なんか持ってたそういうの、え、うん、いや昔からつったやん、特殊能力持ってたじゃん、あー、なんかあのくだらないやつね、え、くだらないやつ、どこで使うんだいみたいな、使うやん今ね、うん、今使うかな、見とけって思って、よし、見た、何そんなのあったんだ、あったよ、もっと使えよ、違うとこで、いやでもさ確かに、どういくの、やっぱ真っ二つ、いく、 え、真っ二つよ、もう綺麗に真っ二つ、綺麗に、あのゾロが切ったみたいな、あ、そんなに、三千世界だよ、そんなに、うん、そんなにいける、そう、まずね、スイカさんと意思の疎通をしなきゃいけないから、あ、僕は特殊能力するから、痛いやつね、うん、見えてきました、ここです、はい、そのおでこで吹き飛ばしてやれ、え、おでこで吹き飛ばしてやれ、うわ、地球破壊するぐらいの勢いで、おあれ、でもさ、これさ、もしこう外すやん、うん、万が一、目隠ししてなくても外したとするじゃん、うん、で、首パッキンいくやん、うん、歩けるようになるかな、もう一回脊髄を痛めたら、ワンちゃん、つながるんじゃね、ワンちゃん、そんな冗談はさといて、こ、これもうさ、もう持っちゃうから俺の場合、あ、持てないわ案外重いな、え、重い、案外重い、あの、軽装の力マックス、これ、うん、赤ちゃん持てません、ちょっとね、低かったんで台を置きました、じゃあ、いきます、みんなドキドキしてるっしょ、大丈夫って、行くで、技名決める、技名いらないか、いい、そのままいけ、いけー、バカ、これが奈々ちゃんの力だぜ、おい、綺麗すぎね、俺の友達、この動画見てっか、敵撃ったぜ、このスイカは後で美味しくいただきます、見た、このゾロ並みのこの、うん、三千世界、三千世界、うん、むしろ綺麗すぎるね、うん、何この綺麗、青色の覇気もまとっといたから、うん、おでこ強すぎじゃね、うん、あのね、本当はね、優しく当てるつもりだったんですよ、ね、結構思いのほうが近くて普通に打ちました、結構ガチでね、おでこ痛かった、うん、頑張れ
まあね、こんな感じで、まあ僕の本当の力が見れたと思うんで。特殊なわけ？うん。まあ僕に喧嘩売るやつは頭の固いやつか。まあ健常者だったら僕に勝てる。まあそういうところで、で、なるちゃんすげえと思った方と、タカティまた出してと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で、せーの、 See you!